んば株君こんにちは坂場ですハニープー様のコメントを拝見しました総務省が議論をしてくださったと知り一歩前に前進できたですね人権侵害命に関わることだから大いに議論をして法律もできて罰せられることを願いたいです私も同感ですいいね34人いますねあのこれからどのように動いていくのか、まあ、総務省が動きましたからねいね うん。あの、アクションがどうなるかっていうのが、これ、続報だったりね。ちょっと、あの、見守っていきたいですけども。うん。私も同感です。総務省でしっかり議論をして、対策を立ち、あ立ててほしい。今回の件は罰則をお願いしますと。うん。マスミン様、ハニープー様からお知らせのあった、仙台市長と羽生君の未掲載トーク動画を見ました。 はにゅくんのファンの皆さんに届けたい気持ちや、え自分の作品へのこだわりは相変わらず、えっと、あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとね、えっとね、人が来てしまいましたね、ちょっと待ってくださいね。はい、えっと、ストイックのきらみですとね。うん。で、えっ、ー、と、羽生くんのプログラムは、えっ、ーえー、とね、入れ入れ子細工のようにさまざまな、えー、哲学や思いがぎ技術り詰まっています。羽生くんの伝えたいことと、私の受け取り方が類似。あん,ん 告知していたら嬉しいですね。せっかく横浜ツアーを生感想をするあたり、できれば事前に考察や映像をあまり見えずに先入観なしでして望みたいんです。うん、と言っても、すでにリプレイのツアーの動画など見てしまいましたが、また横浜は何か変わってきますよね。今回、動画の後半で、羽生君が語った今までの競技生活において、勝敗や採点などの見えるものから、 ブースケーターとして見えないものの開拓を求追求したいところのお話はとっても刺さりました。いいですね。見えないものの開拓ですね。これはちょっとマーカーをねしますけど、目に見,見えないものに私は魅力されます。プログラムの中に、私、あとね、プログラムの中の哲学や心理、芸術性、スピリチャリティなど感じ取るもののことです。この類の追求は私も同じくの、同じくの伊藤さの傾向でもあるんですね。 なるほどただ、私はゲームの世界は全く見知て興味もあまりないのが残念。また、衣装やステージとリンクのライティングなどの光と、えー、色彩の虜なんで楽しみです。えこんなえ濃い人生観を持って有限無、有限無限実行している、そう、有限実行ってうのは羽生君、そうですね。で、羽生んを一部の人たちは,丸は批,判です、ね、批判するなんて、おの違いもいいところですね。 うんね、いや本当、スピリチュアリティだし、羽生さんねあの、でもなんか途中でコメント買った、何も先入観なしてみたいっていう気持ちは分かりますね,、うんねあの。結果が分かっちゃうと、まあ、あれですけど、またあの見れば見るほどね、 新しいものが見えたりとか、こう、逆にこう、時期、見る時期によって、またいろいろ考察とかね、考え変わってくることもあるんで、またそこもね、面白さがね、あるなと思うんですよ。うん。まあ、哲学とかもね、結構ね、まあ、含まれてると思うんで、まあ、そこもやっぱり、お、面白いなと思いますね。うん。えっと、まさにこのコメントですかね、さっきね、多分ね。えっと、これかなってちょっと思うんですよね、おそらく。で多分このコメントですよね、おそらくね。 うん、あこれじゃないか、えー。ショックな画像あり、これがパリの動画。えっとね、この動画見てきたんですけど、ちょっと、もしかしたらどっかで読んだと思うんですよね。歌舞伎界かな。うん。多分どっかで読んだと思いますよ。うん。えー、りくちゃん、ドクさん、えー、かぶくん、えー、皆様、こんばんは。羽生さんファンの皆様。 仙台市長のえ、えっとね、市役所1月号を指定たより見てくださいえ。仙台市を動画をアップしてくださいました。それが素晴らしい。何があって、羽生さんの健康的なお姿が拝見できるからですえ。先月号はいろいろありまして、羽生さんの表情には笑顔はなく、 かなり疲弊している心境の様子で健康を心配するような画像でしたが、なんと今回、さすが羽生という完璧にね、ビジュアル、スマイル、美しい、神々しい、以上、なんと表現をしたらいいのかわかんないくらい、お見事なご姿勢で、市長と対談をしています。心身ともに健康的とも思える笑顔にほっとしました。また、スーツがたまらなく似合っているんです。でに動画に載っていますので、ご拝見のほど、 お早くの方ですね。声を裏返しましたね。羽生譲れかける小織市長ですね。仙台指定ん。二2024年1月号、新春市長対談未掲載と行っています。仙台市長は元地方のアナウンサーでも、質問は羽生さんを前にして、足したしっていう感じです。市長、最後は涙を拭いてますね。感激したことでしょう。笑顔の羽生さんを見てください。 うん、はいということですね、これは。えっ、ー、と、仙台市役所1月号の姿勢でおりにそれがあるということだそうです。うん。洋こさん、かむくんこんばんは。ネットでの紙面でも言動の自由を言い訳のあまりにも一事実とかけ離れた記事、誹謗中傷対策してほしいです。うん。ね、ということなんですよね。うん。 えっと、ハニープーさん、あれ、私のコメントが消えてる。再度コメントします。玉置様のコメントにアンチがひどい返信、えー、してます。えー、あのアンチのコメントに捨ててやってください。玉置様、ちょっと見ていきますね。うん。玉置さん、あのね、僕のこの YouTube ね、あれが確認できない、名前がね、確認できないんですよね。ちょっと玉置さん、確認していきたいと思います。うん。 はい、えっ、ー、と、石器牲のキャンペーンが明日から始まりますが、えー、サーバーのパンクが予想されています。えー、そのため、ネット上に仮想対待合室が誕生しました。面白いですね。仮想待合室。 いやもうなんかネットの世界もなんかサーバーまでパンクしてるんですね。何度もアクセスしなくても順番につないでくれるというもの。限定品を購入するとき何時間もつながらず苦労してやっと奇跡的につながったと思ったら、在庫切れの無常な表示に何度涙したことか、アクセスの時のアクセスのストレスを軽減をしてくれるだけでもありがたいですね。 うん、明日は、えー、雪肌の、えー、キャンペーンにリプレイ、横浜公演、発表横浜発表、喜びの声でいっぱいの日、にないいなと思います。ね、ちょっとね、あの、つりこそま、まあ、つりこさというかね、うん、面白いですね。仮想マチャイいさんって言葉は、初めてね、来ましたね。うん。はい、ということで、もうすごいことになってます。うん。えっ、ー、と、玉置さんのコメント、見つかりましたね。ちょっと、あの、今、 えとどっかに飛んでったと思います、うん。全く反省が足りませんね。うん。えー、さらかさん、ついに総務省も重い腰を上げて動き始めたようですね。え現役時代から羽生選手に対する誹謗中傷が続いていますが、連撃発表があった2023年は特にひどかったので、もうこれ以上感化できないと思います。え今年に入ってもまだ週刊誌による不,不適切報道が続いています。うん。 記事の内容は見ていませんが、タイトルの内容からして不適切記事であることがすぐにわかりますね。始末に終えない状況です。日本には表現の自由や報道の自由がありますが、この自由を吐き間違えている人はいて困りますね。うん、人権侵害や名誉毀損行為に対する罰則強化は必要だと思います。うん、いや、本当ですね。まあ、羽生君もそうですが、他の芸能人もね、さっき話しましたけど、あ、ちょっと待ってね。 ねあのねえー、増えていますので、えっと、な結構もう、そういうのを、ね、本当にこうちゃんとこう考えていく時期になっているのかと思うんですよね。まあ、でも、そういうのも含めて、まあ、総務省は動き始めているということなので、まあ、何かしら、ね、アクションが出るということだと思いますね。うんはい、では、ね、ありがとうございました